コベルナドール・バラダレスは、ブラジルのミナス・ジェライス州にある都市。人口26万405人。土カ川中流域における経済の中心地で、州の東部や北東部、それに、エスピリトサンと州の地方自治体に、大きな影響を与えている。市内を流れる土瀬川の流域は、222の、ムニシピオに及ぶが、カシの植生が乏しく、漁業資源もほぼ取り尽くされてしまったため、 かなり汚くなっている。この一帯の地域は植民地時代に開拓された。1573年、バイヤ州ポルトセグーロからの探検隊が初めて土カ川に到達した。ポルトガルがこの地方に軍管区を創設した1808年からようやく植民地化が開始された。1823年、土カ川がなんとか航行可能になる地点の左岸に、 ディーマノイル経営が築かれた。その後、19世紀末までに、ドンマヌエルが土セ川における主要港となり、ラバオイと川を下るカヌーの交易拠点となった。20世紀に入っても、なお領土の掌握事業は続いたが、1902年にビトーリアミナス間に鉄道が開通した。1925年には蒸気による発電所が完成した。ゴベルナドール・バルダレスは、 何度も過去に使命が改められている。現在の使命は1937年、当時のベネディート・バラダレス知事にちなみ解消された。希少な石が取れることから、毎年行政が、ブラジル宝石物産展を開催し、国内外からの来訪者に売り込んでいる。ゴベルナドール・バラダレスは、近隣のテオフィーロ・オトーニア・カラティンガといった都市を、 引き連れるミナソジェライス州東部最大の都市、かつ貿易の中心地である。近年、その戦略的位置や人的資源、国際的な評価といった理由から、産業の発達が続いている。製材所や食品加工工場が立地する一方、キララや緑中石といった宝石類が採掘される。市内では他にも、アメジストや金緑石、ブラジル石、トパーズ、 水晶が取引されるため、それをお目当てに世界各地から観光客や宝石収集家が訪れる。ハイウェイはリオデジャネイロからバイア州に至る国道116号。鉄道はバーレ社参加のビトリアミナス鉄道がある。ー都とは国道381号で連絡している。市はベローリゾンテビトリア鉄道と リオデジャネイロ・サルバドール鉄道の結節点に位置する。各都市との距離を次に示す。1400メートルの滑走路を備えたコベルナドール、バラダレス空港には、ベローオリゾンテ、サンパウロ、リオデジャネイロ、ポルトセグロ、サルバドール、ビトーリアに定期便が就航している。ありがとうございます。